ラムケーキにもミリー。まだまだ続くよ、フィニアスとファーブディズニーチャンネル。気になるのは友達のこと、大丈夫、宿題のこと、マリネットならできる、家族のこと、ね、なんて声かけたらいいと思う、男の子のこと、それからその全てを守ること。変身いくよ。パリの大空に正義の花が舞う。僕が間に合って助かったんじゃない。一人でも平気なのに。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、平日夕方6時ディズニーチャンネル。ヘイイッツミラクルタイムで。ミッキー、世界を股にかけミッキーが行く。こんなミッキー見たことない。よし行こう。短編アニメーションミッキーマウス、月曜日から金曜日昼1時55分ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、フィニアスとファーブディズニーチャンネル。それってどういう意味？言った通りの意味よ。この後はデニスとニャーニャー殿の愉快な毎日。ニャー、デニスと俺様ディズニーチャンネル。いつも君はこれからも僕の一番の友達さ。この後はディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイム。大都会で大活躍だ。グリーン一家が大暴走、ビッグシティグリーンを楽しもう。ぶっ飛びカンフー炸裂、パンダ君はどうだ。ぽっちょりパンダのポーは伝説のヒーロー。ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ。皆の者一につく、最強の仲間たちと共に。いや、一歩も引く気はない。お前は引っ込んでる、その拳で、あっその腹で、ボテバラだよ。覚悟しろ、悪い奴らをゴーデンパンダ。いや、カンフーパンダザ・シリーズ、月曜日から金曜日昼2時ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ビッグシティグリーンディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム、動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、12月10日土曜日昼1時30分。ニャウニャウ、デニスとニャーニャー殿、ペットの猫ニャーニャー殿、ニャウニャウ、とんでもないいたずらをしたい。ウェイ、広い顔、筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ、一緒にいれば毎日がニャーンでもありの超楽しい、はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様
月曜日から木曜日夜9時から新エピソード、ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。こんにちはヒロ、私はベイマックス、あなたの健康を守ります。これを開発してたんだ。兄さんのロボットが、ただしもういないんだよ。一人ぼっちの僕のところへ。残念です。仕方ないよ、事故なんだし。事故じゃなかったとしたら、そこには巨大な陰謀が隠されていた。捕まえろ、バッテリー切れ。ベイマックス、やっつけろ。ただしが望んだのでしょうか。兄さんはもういない。ただしはここにいます。俺は信じてるからな。僕はずっと、泣いてもいいんですよ。一人ぼっちじゃなかった。ありがとう。急がないとまずい。ベイマックス、僕は君がいるから強くなれる。そんな、ヒロ、嫌だ。私はいつも一緒にいます。ベイマックス、ベイマックス、12月2日金曜日夜8時。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗、レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り、じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。 Hey! It's Miracle Time で。またまた始まるよ、ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。3100万500、まだまだ続くよ、ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪、やっそう。生徒会での特訓、そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身、どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうだよ。ヒューイ、僕旅行が大好き。ヒューイ、これだこれだよ。ルーイ、あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。私タラダンカン。地球に住んでいた女の子タラ。ドラゴン。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよ。チェンジライン、私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は。竹か笹はないんですか。ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。タラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白熊カフェ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。皆さんおはようございます。メガモコンナーサザーナギ。この後はディズニーチャンネル、ヘイ、イッツミラクルタイム。大都会で大活躍だ。グリーン一家が大暴走。ビッグシティグリーンを楽しもう。じゃんけんコーナー。アートでパン。さあ、私とアートを見ながらじゃんけん勝負だ。イエーイ。アートでパン、イッツショータイム。当然はグルグル、グッドグッドなアートでしょ、アートでしょ。おチキンはチョキチョキ、チョキチョキ、ちょっと驚きアートでしょ、アートでしょ。ラストはパーパー、パーパー、パーっと楽しいアートでしょ、アートでしょ。それじゃあジャンキーいくよ。アートでー
ート作品を大募集。応募は公式サイトのアートでしょうのページから。ではまた私と勝負だ。またでしょ。月曜日から金曜日、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブ、昼3時から、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブで決まりだ。今日やること決まりだ。はちゃめちゃ発明の毎日、ドタバタ対決の毎日、毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎる。カモン、カモン、フィニアスとファーブ、月曜日から金曜日昼3時、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと。お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。すごい。まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時からディズニージュニアのクリスマス。ツリーは大丈夫。クリスマスを盛り上げるお話がたっぷり3時間楽しめる。待ちきれないね。クリスマスの準備だよ。12月4日日曜日昼2時からディズニーチャンネルクリスマス。こんなにハッピーなことってないよ。人気シリーズのクリスマスエピソードを2時間一挙放送。気に入った。12月4日日曜日夕方4時からデニスと俺様、1時間の連続放送。そりゃ大変だ。日本初放送のクリスマスエピソードも。あなたはサンタさんだ。そして映画は12月2日金曜日夜8時、ベイマックス。あなたの健康を守ります。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。久しぶりのメッセージね。頑張って一人前の立派な魔女になって必ずママの元に戻るからね。リーダとキングの過去は謎を追うリリス。リーダもきっと喜ぶはず。そして覚悟はいいか人間よ。衝撃の新展開。ありがとうルース。はいママ。アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。シュマルフォー、シュマルフォー、これでおしまい。まだまだ続くよ、ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。2匹のダルメシアンが授かった。生まれたわ。たくさんのワンちゃんたち。ツートン、ジュエル。しかし魔の手が忍び寄る。500ポンドでどうかしら。毛皮が大好きなファッションデザイナー、クルエラ。さあほら、おとり、子犬は一匹も売る気はないわ。おとりなさい。今夜仕事を片付けて。大変だ、町中のダルメシアンがさらわれた。子犬を殺す気なのよ。このままじゃみんな毛皮にされちゃう。見つけたぞ、皮を剥ぎ取ってやる。力を合わせてクルエラをやっつけろ。恐れるな、仲間はなんと101匹。101、12月3日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。気になるのは友達のこと、宿題のこと、マリネットならできる、家族のこと、ね、なんて声かけたらいいと思う。男の子のこと、それからその全てを守ること。変身いくよ。
リの大空に正義の花が舞う。僕が間に合って助かったんじゃない？一人でも平気なのに。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、平日夕方6時ディズニーチャンネル。 Hey! It's Miracle Time で。おーい、なでしことリン、二人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや、やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんだ。さあ、一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。また始まるよ、ビッグシティグリーン、ディズニーチャンネル。こんなサザエの日、この後はディズニーチャンネル。 Hey! It's Miracle Time! チェンジライン、アーマー、仲間と共に魔法の世界を守れ。タラダンカンを楽しもう。ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネル、アートでしょ。カレンダープレゼントのお知らせが最後にあるよ、スタッフ一同。よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ、今宵もアートを並ぶアートをご紹介。アートでしょう、イッツショータイム。イエーイ。おお、これはアート様。うん、まさにアートでしょう。さあ、お次、アート、こちらでした。とても素敵なアートでしょう。お、素敵。おお、よし、次は高いところから見てみよう。うん、任せて。はあ、お目が高いアートでしょ。うわあ、なんだこれ。しき、次は、おお、これは、心が軽くなってゆく。ふわふわアート。アート様、まだあるよ。お、アート。大丈夫？これは予想できないアートでしょ。でしょ。どれも素晴らしいアートでしょ。ん？わー、たたた、止まらん。出すぎでしょ。みんなのアート作品を大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。応募は公式サイトから。しかも12月中は、応募してくれた人の中から抽選でこちらのディズニーチャンネルオリジナルカレンダーを200名様にプレゼント。なんとアートでしょうステッカーもついてるでしょう。あーっと、いてててて。さあ、どしどし送って。ん、ちょうだーでしょ。よし、別の罠が完成したぞ。これでアザーサイドのスパイはうちの中に入ってこられないよ。うん、兄、罠を仕掛けたのはいいけど、敵と友達を見分けられるの？どうかな、わからないよ、多分。テイラースウィフトのニューアルバム手に入れたわよ。マリサ、ダメ。何これ。あー、無理だったよ。敵スパイと友達を見分けることはできなかった。まだまだ続くよ、タラダンカン、ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんと、お前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、12月10日土曜日昼1時30分。ニャウニャウ。デニスとニャーニャードの。ペットの猫ニャーニャードの。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたい。ウェイ、広い顔筋トレして。
でっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がにゃんでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード。ディズニーチャンネル、ディズニーチャンネルムービー。こんにちはヒロ、私はベイマックス。あなたの健康を守ります。これを開発してたんだ。兄さんのロボットが、ただしもういないんだよ。一人ぼっちの僕のところへ。残念です。仕方ないよ、事故なんだし。事故じゃなかったとしたら、そこには巨大な陰謀が隠されていた。捕まえろ。バッテリー切れ。ベイマックス、やっつけろ。ただしが望んだのでしょうか。兄さんはもういない。ただしはここにいます。俺は信じてるからな。僕はずっと。泣いてもいいんですよ、一人ぼっちじゃなかった。ありがとう。急がないとまずい。ベイマックス、僕は君がいるから強くなれる。そんな、ヒロ、いやだ。私はいつも一緒にいます。ベイマックス。ベイマックス、12月2日金曜日夜8時。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗ベリーには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り、じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。 Hey! It's Miracle Time で。またまた始まるよ。タラダンカン、ディズニーチャンネル。この後はディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time。 チェックライン、アーマー。仲間と共に魔法の世界を守れ。タラダンカンを楽しもう。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やそう。生徒会での特訓、そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。こんにちは、私はベイマックス。あなたの健康を守ります。ミスターマックス、チーズピザ1枚よろしく。番号をお間違えでは。私はロボットです。邪悪なロボット。いいえ、人を傷つけないようプログラムされています。ああ、うん、何か治療が必要でしょうか。うん、そう、今頭をぶつけた。冷やすといいでしょう。おすすめは氷や冷凍グリーンピース。食べるの。いいえ、冷やすために使います。ああ、もう大丈夫ですか。何、ベイマックス、もう大丈夫だよと言われるまで切れません。ミスターマックス、もう大丈夫だ。すみません、私はベイマックスです。そうなの。はい、もう大丈夫ですか。誰が。あなたです。まあピザがあればな。なあ、1枚くらい作れないかな。ピザ作りはプログラムに入っていません、まだ。グリーンピースでも食べるか。それじゃあね。ああ、まだまだ続くよ。タラダンカン、ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。
フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム、動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード、メリーミラクラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。すごい。まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時から、ディズニージュニアのクリスマス。ツリーは大丈夫。クリスマスを盛り上げるお話がたっぷり3時間楽しめる。待ちきれないね。クリスマスの準備だよ。12月4日日曜日昼2時から、ディズニーチャンネルクリスマス。こんなにハッピーなことってないよ。人気シリーズのクリスマスエピソードを2時間一挙放送。気に入った。12月4日日曜日夕方4時からデニスと俺様、1時間の連続放送。そりゃ大変だ。日本初放送のクリスマスエピソードも。あなたはサンタさんだ。そして映画は12月2日金曜日夜8時、ベイマックス。あなたの健康を守ります。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。気になるのは友達のこと、宿題のこと、マリネットならできる、家族のこと、ね、なんて声かけたらいいと思う、男の子のこと、それからその全てを守ること。変身いくよ。パリの大空に正義の花が舞う。僕が間に合って助かったんじゃない。一人でも平気なのに。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、平日夕方6時、ディズニーチャンネル、 Hey It's Miracle Time で。またまた始まるよ、タラダンカン、ディズニーチャンネル。この後はディズニーチャンネル、 Hey It's Miracle Time。 女子高生がヒーローに。ミラキラスレディーバグ&シャノワールを楽しもう。やったね。私の名前はマリネ。まだまだ続くよ、ミラキラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム、動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、新エピソード、12月10日土曜日昼1時30分。ニャウニャウ、デニスとニャーニャー殿、ペットの猫ニャーニャー殿、ニャウニャウ、とんでもないいたずらをしたい。ウェー、広い顔、筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がにゃんでもありの超楽しい、はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード、ディズニーチャンネル。バジャーン、アロハ。アロハーな。ハワイで暴れているのはちょっぴりおとぼけな女の子リロと、オッケー、宇宙一のいたずらエイリアンスティッチ。はあ、二人は大切なお花。みんなお花。そう、家族ってこと。街中大パニック。お花の力でエイリアンを捕まえろ。リロ&スティッチザシリーズ、月曜日から金曜日朝10時30分。ぶっ飛びカンフー炸裂。パンダ君はどうだ。ぽっちゃりパンダのポーは伝説のヒーロー。ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ。あ、皆の者一に作れ。最強の仲間たちと共に。いや、一歩も引く気はない。お前は引っ込んでる。その拳で、あ、その腹で。お手柄だよ。覚悟しろ。悪い奴らをゴーデンパンダ。いや、カンフーパンダザシリーズ、月曜日から金曜日昼2時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。
まだまだ続くよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やっそう。生徒会での特訓。そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りましたイルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ、カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り、じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。 Hey! It's Miracle Time で。月曜日から金曜日、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブ。昼3時から、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブで決まりだ。今日やること決まりだ。はちゃめちゃ発明の毎日、ドタバタ対決の毎日。毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎる。カモン、カモン、フィニアスとファーブ、月曜日から金曜日昼3時、ディズニーチャンネル。出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうだよ。ヒューイ、僕旅行が大好き。ヒューイ、これだこれだよ。ルーイ、あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。この後はディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time。 女子高生がヒーローに。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールを楽しもう。やったね。じゃんけんコーナー、さあ、私とアートを見ながらじゃんけん勝負だ。イエーイ、アートでポン、イッツショータイム。顔ではグー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 グッとグッとなアートでしょ、アートでしょ。お月はチョキ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 、ちょっと驚きアートでしょ、アートでしょ。ラストはパー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 、パーっと楽しいアートでしょ。作品を大募集。応募は公式サイトのアートでしょうのページから。ではまた私と勝負だ。またでしょ。みゃみゃあーっと、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。わー、すごい。まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時から、ディズニージュニアのクリスマス。ツリーは大丈夫。クリスマスを盛り上げるお話がたっぷり3時間楽しめる。待ちきれないね。クリスマスの準備だよ。12月4日日曜日昼2時からディズニーチャンネルクリスマス。こんなにハッピーなことってないよ。人気シリーズのクリスマスエピソードを2時間一挙放送。気に入った。12月4日日曜日夕方4時からデニスと俺様、1時間の連続放送。そりゃ大変だ。日本初放送のクリスマスエピソードも。あなたはサンタさんだ。そして映画は12月2日金曜日夜8時、ベイマックス。
あなたの健康を守ります。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ディズニーチャンネルムービー。こんにちはヒロ、私はベイマックス。あなたの健康を守ります。これを開発してたんだ。兄さんのロボットが、ただしもういないんだよ。一人ぼっちの僕のところへ。残念です。仕方ないよ、事故なんだし。事故じゃなかったとしたら、そこには巨大な陰謀が隠されていた。捕まえろ。バッテリーギル。ベイマックス、やっつけろ。ただしが望んだのでしょうか。兄さんはもういない。ただしはここにいます。俺は信じてるからな。僕はずっと。泣いてもいいんですよ、一人ぼっちじゃなかった。ありがとう。急がないとまずい。ベイマックス、僕は君がいるから強くなれる。そんな、ヒロ、嫌だ。私はいつも一緒にいます。ベイマックス。ベイマックス、12月2日金曜日夜8時。こんにちは。いらっしゃいませ。白クマくんのカフェようこそ。ご注文は竹か笹はないんですか？ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。パラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白クマカフェ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やった。生徒会での特訓、そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。久しぶりのメッセージね。頑張って一人前の立派な魔女になって必ずママの元に戻るからね。イーダとキングの過去は謎を追うリリス。イーダもきっと喜ぶはず。そして覚悟はいいか人間よ。衝撃の新展開。ありがとうルース。はいママ。アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。おーい、なでしことリン、2人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや。やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんださあ一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。月曜日から金曜日、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブ。昼3時からフィニアスとファーブ、フィニアスとファーブで決まりだ。今日やること決まりだ。はちゃめちゃ発明の毎日、ドタバタ対決の毎日。毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎる。カモン、カモン、フィニアスとファーブ、月曜日から金曜日昼3時、ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、ディズニーチャンネル。この後はディズニーチャンネル、ヘイイッツミラクルタイム。女子高生がヒーローに。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールを楽しもう。やったね。ディズニーチャンネルアートでしょ。カレンダープレゼントのお知らせが最後にあるよ、スタッフ一同。よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ今宵もアートを並ぶアートをご紹介。アートでしょう、イッツショータイム。イエーイ。おお、これはアート様。うん、まさにアートでしょう。さあお次、アート、こちらでした。とても素敵なアートでしょう。お、素敵。おお、よし、次は高いところから見てみよう。任せて。はーい。
き、次は、おお、これは、心が軽くなっていく。ふわふわ。ふわふわっと。アント様、まだあるよ。お、あーっと。大丈夫？これは、予想できないアートでしょ。でしょ？どれも素晴らしい。アートでしょ。みんなのアート作品を大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。応募は公式サイトから。しかも12月中は、応募してくれた人の中から抽選でこちらのディズニーチャンネルオリジナルカレンダーを200名様にプレゼント。なんとアートでしょうステッカーもついてるでしょう。あーっと、いてててて。さあどしどし送って。ちょうだいでしょ。まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんと、お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間。ニャウニャウ。デニスとニャーニャー殿。ペットの猫ニャーニャー殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたい。ウェイ、広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がにゃんでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。ワッ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 。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード。ディズニーチャンネル。カルメンサンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん。サンディエゴ。カルメンって呼んで。世界中を駆け巡る。じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。 Hey! It's Miracle Time で。またまた始まるよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。大事。まだまだ続くよ。ミラキラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。2匹のダルメシアンが授かった。生まれたわ。たくさんのワンちゃんたち。ツートン、ジュエール。しかし魔の手が忍び寄る。500ポンドでどうかしら。毛皮が大好きなファッションデザイナー、クルエラ。さあほら、おとり。子犬は1匹も売る気はないわ。おとりなさい。今夜仕事を片付けて。大変だ、町中のダルメシアンがさらわれた。子犬を殺す気なのよ。このままじゃみんな毛皮にされちゃう。見つけたぞ。皮を剥ぎ取ってやる。力を合わせてクルエラをやっつけろ。恐れるな、仲間はなんと101匹。101、12月3日土曜日夜8時。ディズニーチャンネルムービー。バジャーン。アロハ。アロハな。ハワイで暴れているのは
ちょっぴりおとぼけな女の子リロと、オッケー、宇宙一のいたずらエイリアンスティッチ、はあ、二人は大切なお花、みんなお花、そう家族ってこと。街中大パニック、いたか、お花の力でエイリアンを捕まえろ、リロ&スティッチザシリーズ、月曜日から金曜日朝10時30分ぶっ飛びカンフー炸裂、パンダ君はどうだ、ぽっちゃりパンダのポーは伝説のヒーロー、ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ、あ皆の者一律くらい、最強の仲間たちと共に、いや一歩も引く気はない、お前は引っ込んでる、その拳で、あその腹で、ボテバラだよ、覚悟しろ、悪い奴らをゴーデンパンダ、いやカンフーパンダザシリーズ、月曜日から金曜日昼2時ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ミラキュラスレディーバグ&シャノワールディズニーチャンネル。この後はディズニーチャンネル Hey! It's Miracle Time! 伝説の大怪盗が悪の組織に立ち向かう、カルメンって呼んで、カルメンサンディエゴを楽しもう、まだまだ続くよ、カルメンサンディエゴディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ、モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ、もう彼を追いかけるのをやめる、パワーアップして急ごう、フェリックスを探す二人の前になんと、お前たちには消えてもらうよ、カタクリズム、うわ動きが速い、強敵がマルチチュード、マルチチュード、ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、12月10日土曜日昼1時30分ディズニーチャンネル。今週のおすすめはこれ、わすごい、まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時からディズニージュニアのクリスマス、ツリーは大丈夫、クリスマスを盛り上げるお話がたっぷり3時間楽しめる、待ちきれないね、クリスマスの準備だよ、12月4日日曜日昼2時からディズニーチャンネルクリスマス、こんなにハッピーなことってないよ、人気シリーズのクリスマスエピソードを2時間一挙放送、気に入った、12月4日日曜日夕方4時からデニスと俺様1時間の連続放送、そりゃ大変だ、日本初放送のクリスマスエピソードも、あなたはサンタさんだ、そして映画は12月2日金曜日夜8時、ベイマックス、あなたの健康を守ります、詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ディズニーチャンネルムービー、こんにちはヒロ、私はベイマックス、あなたの健康を守ります、これを開発してたんだ、兄さんのロボットが、ただしもういないんだよ、一人ぼっちの僕のところへ、残念です、仕方ないよ、事故なんだし、事故じゃなかったとしたら、そこには巨大な陰謀が隠されていた、捕まえろバテリーギル、ベイマックスやっつけろ、ただしが望んだのでしょうか、兄さんはもういない、ただしはここにいます、俺は信じてるからな、僕はずっと、泣いてもいいんですよ、一人ぼっちじゃなかった、ありがとう、急がないとまずい、ベイマックス、僕は君がいるから強くなれる、そんなヒロ嫌だ、私はいつも一緒にいます、ベイマックス、ベイマックス12月2日金曜日夜8時、またまた始まるよ、カルメンサンディエゴディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、カルメンサンディエゴディズニーチャンネル。久しぶりのメッセージね、頑張って一人前の立派な魔女になって必ずママの元に戻るからね、イーダとキングの過去は、どんどん謎を追うリリス、イーダもきっと喜ぶはず、そして覚悟はいいか人間よ、衝撃の新展開、ありがとうルース、はいママ、アウルハウスディズニーチャンネルで放送中、詳しい放送スケジュールは公式サイトで。
ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうだよ。キュウイ。僕旅行が大好き。デューイ。これだこれだよ。ルーイ。あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。私タラダンカ。地球に住んでいた女の子タラ。ドラゴン。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよ。チェンジライン。私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は竹か笹はないんですか？ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。タラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白熊カフェディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ。カルメンサンディエゴディズニーチャンネル。この後のディズニーチャンネルムービーは。こんにちはヒロ。私はベイマックス。急がないとまずい。僕は君がいるから強くなれる。ベイマックス。ベイマックス。この後すぐ。じゃんけんコーナー。アートでパン。さあ私とアートを見ながらじゃんけん勝負だ。イエーイ。アートでパン。イッツショータイム。これはグルグル、グッドグッドなアートでしょ。アートでしょ。お月はチョキチョキ、チョキチョキ、ちょっと驚きアートでしょ。アートでしょ。ラストはパラパラ、パッと楽しいアートでしょ。アートでしょ。それじゃあじゃんけんいくよ。アートでアート作品を大募集。応募は公式サイトのアートでしょうのページから。ではまた私と勝負だ。またでしょ。ドジャーン。アロハ。アロハな。ハワイで暴れているのはちょっぴりおとぼけな女の子リロと、オッケー、宇宙一のいたずらエイリアンスティッチ。はあ。二人は大切なお花。みんなお花。そう、家族ってこと。街中大パニック。お花の力でエイリアンを捕まえろ。リロ&スティッチザシリーズ、月曜日から金曜日朝10時30分。動くツムたちがディズニーチャンネルに大集合。全員揃ったら積み上がらずにはいられない。ツムツム、月曜日から金曜日昼1時27分、ディズニーチャンネル。Thank you.
ディズニーチャンネルムービー。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと。お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー。12月10日土曜日朝10時から4時間。ディズニーチャンネルムービー。いいとこがあるぜ。ディズニーチャンネルムービー。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと。お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード。12月10日土曜日昼1時30分ディズニーチャンネルムービが大都会で大暴走。ビッグシティグリーン。この後すぐディズニーチャンネル。明日もこんなサザンな日。この後はりんちゃん。キャンプ好き女子たちの楽しいアウトドアライフ。ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。だったら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 、ヘイ、ミッキーニャースクラブの時間だよ。ニャーニャーみんなクロリア。だったらだったら、ヘイ。ミラキュラスレディーバグ&シャノワールからみんなへのお願いだよ。ミラキュラス。レディーバグ、シャノワール、大変じゃ。新たな悪者が現れた。だがそいつは君らのパワーでは倒すことができん。とても小さくて目に見えない厄介で危険な相手なんじゃ。その正体はウイルス。目に見えぬ恐ろしい敵じゃが、昔から伝わる効果的な撃退法があってな。それを学べば敵と戦える。まずは手を洗うこと。石鹸を使い手の隅々まで洗うんじゃ。あ、アドリアンの手洗いってすごく丁寧ね。まあね、自分や周りの人を守ることになるから。そうだね、自分で身を守るのって大事。わあ咳やくしゃみをするときは袖で鼻と口を押さえる。手はダメじゃぞ。くしゃみが上手だね、アドリアン。ありがとう、マリネット。相手と距離を取り、触れるのも禁止じゃ。悪いウイルスが消えるまではな。はあ、じゃあキスできないの？そりゃないと。シャノワール。ああ、ごめん。最後に、ティッシュペーパーは決して使い回さず、使い終わったらきちんとゴミ箱に捨てるんじゃ。はい、どうぞ。 ありがとう。どういたしまして。以上を守ればウイルスを倒す助けとなる。シンプルな予防が一番効果的じゃ。このメッセージをみんなに届けなきゃならん。任せといて、マスター。借りていいですか？うん。自分や家族を守るために、愛する人を守るために、力を合わせてウイルスに打ち勝とう。
そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと、お前たちには消えてもらうよ。カタクリズム、動きが早い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間。ニャウニャウ。デニスとニャーニャー殿。ペットの猫ニャーニャー殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたい。ウェー、広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がニャーンでもありの超楽しい。はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。ワッ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 。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード。ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー。2匹のダルメシアンが授かった。生まれたわ。たくさんのワンちゃんたち。ツートン、ジュエル。しかし魔の手が忍び寄る。500ポンドでどうかしら。毛皮が大好きなファッションデザイナーフルエラ。さあほら、おとり。子犬は1匹も売る気はないわ。今夜仕事を片付けて。大変だ、町中のダルメシアンがさらわれた。子犬を殺す気なのよ。このままじゃみんな毛皮にされちゃう。見つけたぞ、皮を剥ぎ取ってやる。力を合わせてクルエラをやっつけろ。恐れるな、仲間はなんと101匹。101、12月3日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2。ディズニーチャンネル。こんにちは。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2。ディズニーチャンネル。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やっそ。生徒会での特訓。そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。月曜日から金曜日、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブ。昼3時からフィニアスとファーブ、フィニアスとファーブで決まりだ。今日やること決まりだ。はちゃめちゃ発明の毎日、ドタバタ対決の毎日。毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎる。カモン、カモン。フィニアスとファーブ、月曜日から金曜日昼3時、ディズニーチャンネル。ぶっ飛びカンフー炸裂。パンダ君はどうだ。ぽっちょりパンダのポーは伝説のヒーロー。ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ。あー、皆の者一につけ、最強の仲間たちと共に。いや、一歩も引く気はない。お前は引っ込んでる。その拳で、あ、その腹で。ボケバラだよ。覚悟してろ。悪い奴らを5000ポンド。いや、カンフーパンダザシリーズ、月曜日から金曜日昼2時、ディズニーチャンネル。カルメン・サンディエゴはどこへ消えた。伝説の大怪盗レディには武器がいるの。カルメン・サンディエゴ、二度と引き返しはできん。カルメンって呼んで。世界中を駆け巡り。じゃあ始めようか。仲間たちと共に先手を打っておきたい。悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメン・サンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分。ヘイ
イッツミラクルタイムで。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。この後はリンちゃん、キャンプ好き女子たちの楽しいアウトドアライフ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。いい子にしてるよ。ヒューイ、僕旅行が大好き。ヒューイ、これだこれだよ。ルーイ、あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。私タラダンカン。地球に住んでいた女の子タラ。ドラゴン。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよ。チェンジライン。私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前になんと。お前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール、新エピソード12月10日土曜日昼1時30分ディズニーチャンネル。今週のおすすめはこれ。わー、すごい。まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時からディズニージュニアのクリスマス。ツリーは大丈夫。クリスマスを盛り上げるお話がたっぷり3時間楽しめる。待ちきれないね。クリスマスの準備だよ。12月4日日曜日昼2時からディズニーチャンネルクリスマス。こんなにハッピーなことってないよ。人気シリーズのクリスマスエピソードを2時間一挙放送。気に入った。12月4日日曜日夕方4時からデニスと俺様、1時間の連続放送。そりゃ大変だ。日本初放送のクリスマスエピソードも。あなたはサンタさんだ。そして映画は12月2日金曜日夜8時、ベイマックス。あなたの健康を守ります。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は竹か笹はないんですか。ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。パラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白熊カフェディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。ぽっちゃりウサギのモランとびっくりひよこのピヨピヨの愉快な毎日。モラン、月曜日から金曜日朝11時24分ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。そのドアには触れてはならなかった。うわ、なんなのこれ。私はイーダ、アウルレディだ。このボイリング島で一番強力な魔女だよ。魔女なの。侵入したのは誰だ。キング様に断りもなく。うわ、超かわいい。ディズニーチャンネルオリジナルアニメーション、アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。バジャーン。アロハアロハな。ハワイで暴れているのは
ちょっぴりおとぼけな女の子リロと、オッケー、宇宙一のいたずらエイリアンスティッチ、はあ、二人は大切なお花、みんなお花、そう家族ってこと。街中大パニック、いたか、お花の力でエイリアンを捕まえろ、リロ&スティッチザシリーズ、月曜日から金曜日朝10時30分月曜日から金曜日、フィニアスとファーブ、フィニアスとファーブ、昼3時からフィニアスとファーブ、フィニアスとファーブで決まりだ、今日やること決まりだ、はちゃめちゃ発明の毎日、ドタバタ対決の毎日、毎日見て毎日歌えば毎日が楽しすぎる、カモン、カモン、フィニアスとファーブ、月曜日から金曜日昼3時ディズニーチャンネル。ぶっ飛びカンフー炸裂、パンダ君はどうだ、ぽっちゃりパンダのポーは伝説のヒーロー、ぶっ飛びの竜の戦士にお任せですよ、あー皆の者一につけ、最強の仲間たちと共に、いや一歩も引く気はない、お前は引っ込んでる、その拳で、あーその腹で、お手柄だよ、覚悟しろ、悪い奴らを5連パンダ、いやカンフーパンダザシリーズ、月曜日から金曜日昼2時ディズニーチャンネル。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。おっす犬子、あきおめ、この後はりんちゃん、キャンプ好き女子たちの楽しいアウトドアライフ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。カルメンサンディエゴはどこへ消えた、伝説の大怪盗、レディには武器がいるの、カルメンサンディエゴ、二度と引き返しはできん、サンディエゴ、カルメンって呼んで、世界中を駆け巡り、じゃあ始めようか、仲間たちと共に先手を打っておきたい、悪の組織に立ち向かう、奴らが狙いそうな場所は分かる、カルメンサンディエゴ、月曜日から金曜日夜7時30分ヘイイッツミラクルタイムで。続くよ、ゆるキャンシーズン2ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送、メリークリスマスって伝えて、メリーミラキュラスパーティー、クリスマスだよ、スタートは朝10時、まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード、そなたはガーディアン失格だ、モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ、もう彼を追いかけるのをやめる、パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ、カタクリズム、動きが早い、強敵がマルチチュード、マルチチュード、メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間、ニャウニャウ、デニスとニャニャ殿、ペットの猫ニャニャ殿、ニャウニャウ、とんでもないいたずらをしたい、ウェー広い顔、筋トレしてでっかくなっちゃったり、怖いよ、一緒にいれば毎日がにゃんでもありの超楽しい、はちゃめちゃ大騒ぎ。
そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルムービー、2匹のダルメシアンが授かった、生まれたわ、たくさんのワンちゃんたち。ツートン、ジュエル。しかし魔の手が忍び寄る。500ポンドでどうかしら。毛皮が大好きなファッションデザイナー、フルエラ。さあほら、おとり、子犬は一匹も売る気はないわ。おとりなさい。今夜仕事を片付けて。大変だ、街中のダルメシアンがさらわれた。子犬を殺す気なのよ。このままじゃみんな毛皮にされちゃう。見つけたぞ、皮を剥ぎ取ってやる。力を合わせてクルエラをやっつけろ。恐れるな、仲間はなんと101匹。101、12月3日土曜日夜8時、ディズニーチャンネルムービー。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。はじめまして。まだまだ続くよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やそう。生徒会での特訓、そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。気になるのは友達のこと、大丈夫、宿題のこと、マリネットならできる、家族のこと、なんて声かけたらいいと思う、男の子のこと、それからその全てを守ること。変身いくよ。パリの大空に正義の花が舞う。離さないで。僕が間に合って助かったんじゃない。一人でも平気なのに。ミラキラスレディーバグ&シャノワール、土曜日と日曜日朝10時。出発だ。ディズニーチャンネルでダックファミリー大活躍。素晴らしい。スクルージおじさんに預けられたドナルドの甥っ子たち。おいしそうだよ。ヒューイ、僕旅行が大好き。ヒューイ、これだこれだよ。ルーイ、あとは任せて。一番悪い子はルーイ。最強の三つ子たちとドッキドキの大冒険。それじゃ行こうか。ダックテイルズ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。こんにちは。いらっしゃいませ。白熊くんのカフェようこそ。ご注文は竹か笹はないんですか。ないです。誰でもとびきりメニューでおもてなし。パラダンス、クールなダジャレも召し上がれ。カフェモカちょうだい。それは影武者。白熊カフェ、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。またまた始まるよ、ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネル。なでしこが撮ったキャンプ写真でよく見てるよ。私タラダンカン。地球に住んでいた女の子タラ。ドラゴン。でも実は魔法の世界のプリンセス。タラダンカンを捕らえよ。チェンジライン。私のパワーは絶対に渡さない。仲間と共に悪に立ち向かえ。魔法でこの世界を守ろう。タラダンカン、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。そのドアには触れてはならなかった。私はイーダ、アウルレディーだ。このボイリング島で一番強力な魔女だよ。魔女なの？侵入したのは誰だ？キング様に断りもなく。超可愛い。ディズニーチャンネルオリジナルアニメーション、アウルハウス、ディズニーチャンネルで放送中。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。
まだまだ続くよ。ディズニーチャンネル。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す二人の前に、なんとお前たちには消えてもらうよ。カタクリズム。動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。ミラキュラスレディーバグ&シャノワール新エピソード、12月10日土曜日昼1時30分。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。わすごい。まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時から、ディズニージュニアのクリスマス。ツリーは大丈夫。クリスマスを盛り上げるお話がたっぷり3時間楽しめる。待ちきれないね。クリスマスの準備だよ。12月4日日曜日昼2時からディズニーチャンネルクリスマス。こんなにハッピーなことってないよ。人気シリーズのクリスマスエピソードを2時間一挙放送。気に入った。12月4日日曜日夕方4時からデニスと俺様、1時間の連続放送。そりゃ大変だ。日本初放送のクリスマスエピソードも。あなたはサンタさんだ。そして映画は12月2日金曜日夜8時、ベイマックス。あなたの健康を守ります。詳しい放送スケジュールは公式サイトで。おーい、なでしことリン、二人の出会いから始まった。そろそろ行くよ。あの楽しい毎日が帰ってきた。キャンプ場に戻るか。新たな出会いや、やってみる。なでしこが初めてのソロキャンプに挑戦。楽しみなんださ あ一緒に楽しもう。ゆるキャンシーズン2、ディズニーチャンネルで放送中。詳しくは公式サイトで。またまた始まるよ、ディズニーチャンネル。この後は伝説の大怪盗が悪の組織に立ち向かう。奴らが狙いそうな場所は分かる。カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネル。ディズニーチャンネルアートでしょ。カレンダープレゼントのお知らせが最後にあるよ、スタッフ一同。よし、では始めよう。ミュージックスタアート。さあ今宵もアートを鳴らすアートをご紹介。アートでしょう。イッツショータイム。おお、これはアート様。うん、まさにアートでしょう。さあお次、アート、こちらでした。とても素敵なアートでしょう。お、素敵。お、よし、次は高いところから見てみよう。任せて。おお、お目が高いアートでしょう。わあ、なんだこれ。式次は、おお、これは心が軽くなっていく。ふわふわアート。アート様まだあるよ。お、アート。大丈夫。これは予想できないアートでしょ。でしょ。どれも素晴らしいアートでしょ。ん、わー、たたたたまらん。出すぎでしょ。みんなのアート作品を大募集。ディズニーチャンネルに関係するアート作品を送ろう。応募は公式サイトから。しかも12月中は。応募してくれた人の中から抽選でこちらのディズニーチャンネルオリジナルカレンダーを200名様にプレゼント。なんとアートでしょうステッカーもついてるでしょう。あーっと、いてててて。さあどしどし送って。ん、ちょうだい。こんにちは、私はベイマックス。あなたの健康を守ります。ミスターマックス、チーズピザ1枚よろしく。番号をお間違えでは。私はロボットです。邪悪なロボット。いいえ、人を傷つけないようプログラムされています。ああ、うん、何か治療が必要でしょうか。ああ、そう、今頭をぶつけた。冷やすといいでしょう。おすすめは氷や冷凍グリーンピース。食べるの？
いいえ、冷やすために使います。ああ、もう大丈夫ですか？何？ベイマックスもう大丈夫だよと言われるまで切れません。ミスターマックス、もう大丈夫だ。すみません、私はベイマックスです。そうなの？はい。もう大丈夫ですか？誰が？あなたです。まあピザがあればな。なあ、1枚くらい作れないかな。ピザ作りはプログラムに入っていません、まだ。グリーンピースでも食べるか。それじゃあね。あ、まだまだ続くよ、カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと、お前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。うわ、動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日朝10時から4時間。ニャウニャウ。デニスとニャニャ殿。ペットの猫ニャニャ殿。ニャウニャウ。とんでもないいたずらをしたい。ウェイ、広い顔筋トレしてでっかくなっちゃったり。怖いよ。一緒にいれば毎日がニャンでもありの超楽しい、はちゃめちゃ大騒ぎ。そしてなんと全てのキャラクターの声優は花江夏樹さん。声にも注目だよ。地球に向かうのだ。短編アニメーションデニスと俺様、月曜日から木曜日夜9時から新エピソード、ディズニーチャンネル。今日もいい日になりそう。悪魔学校に通うイルマくんに新展開。アリさんって呼んでくれ。喋り出す指輪。やそう。生徒会での特訓、そして魔術でロイヤルワンを開けろ。大変身。どうせはみ出すなら思いっきりアブノーマルで行こうぜ。参りました、イルマくん。新エピソード6話連続放送、12月3日土曜日朝11時から3時間。またまた始まるよ、カルメンサンディエゴ、ディズニーチャンネル。あっという間。この後は何かがおかしい、謎だらけのこの街で今日も不思議な事件が起きる、怪奇ゾーングラビティフォールズ。この後すぐ。こんにちは。ナイス。だがうるさいな。まだまだ続くよ、怪奇ゾーングラビティフォールズ、ディズニーチャンネル。素敵なクリスマスをね、アドリアン。12月10日の土曜日は日本初放送の新エピソードが楽しめる特別放送。メリークリスマスって伝えて。メリーミラキュラスパーティー。クリスマスだよ。スタートは朝10時。まずはクリスマスエピソードもある7話連続放送で新エピソードにつながる戦いを振り返ろう。完璧だ。そして昼1時30分からついに新エピソード。そなたはガーディアン失格だ。モナークとの戦いが終わるまではアドリアンに気を取られちゃダメ。もう彼を追いかけるのをやめる。パワーアップして急ごう。フェリックスを探す2人の前になんと、お前たちには消えてもらうよ、カタクリズム。動きが速い。強敵がマルチチュード。マルチチュード。メリーミラキュラスパーティー、12月10日土曜日
朝10時から4時間。ディズニーチャンネル、今週のおすすめはこれ。わすごい。まずは特別放送、12月3日と4日の週末朝7時から、ディズニージュニアのクリスマス。